やっちゃうよ。大丈夫です。で、今日もやっていくんですけど、今日はね、シーズン終わりということで、まあシーズン終わったね、今シーズンの、まあ終わりだとか、あとは、あれですね、なんだっけ、次のシーズンのね、まあこれからメンテが来ると思うんですけど、その前にね、動画撮っちゃおうと思うんで、今撮ってるんですけど、次のね、シーズンでの、まあ次の環境での強いデッキだとか、あと何だろう、何が弱くなり何が消えるとか何が流行るとかで、そういうのをねやっていきたいなと思います。ということでですね、まあとりあえずやって全然だったね、ほんとマジカスだった。マジで今シーズンはちょっとね、もう展開ってから一勝かなして、そこくらいからもう上がれなくて、結局3つぐらいのデッキでなんか展開、まあ言っても展開ってね、今も言っちゃえば結構ハードル下がってるみたいなのがあるんで、あとペッカとスケラとあとロイジャイでもいったな、あとこのラムフリーズ、この人技がめちゃくちゃ強くて、とりあえず今グラチャで行きながらね、話したいかなと思いますね。で今決まってるのが確かフリーズの火砲を30し、あとね、なんだっけな、なんだっけか、ナイトとかか、まあそこら辺の細けえのはまあ置いといて、まあフリーズと30しですね、結構大まかな、よいしょ、ほじりつつ、まあ、このデッキでね、前回グロー行ったの日本人のね、代行の人とかが、まあ、グロ上位でね、ずっと行ったんだよ。で、ノバとかで、結構やっぱ最新のデッキが流行るんですよね。で、こういう、全然動かないな。シャウタイム!サラムフリーズがマジで強かったっすね。使ってみた感想、俺もこのデッキ初めて使ったんですけど、使った瞬間なんか7連勝とかして展開いったんですよね。マジ強かっただけど、その後もなんか集中力とか単純にマジで全然本気が強いんだけど、もう俺がねちょっとね沼プしすぎて、またそっからね7連勝した後6連敗ですけど、フリーズがね、もう振るってたって感じっすね。で、30周10個するんですけど、マスクの体力上がるんですよ。それが、自分のミラティンとかでも、ちょいちょい言ってたんですけど、やっぱね、フリーズは、もうね、多分そんなに流行んないと思うんですよ、正直。フリーズは、フリーズに関しては、前みたいにホジフリーズとかみたいに選択肢の一つに入るって感じで、まあ、困ったらフリーズとかですか、やっぱりあと1枠どうしようかな、フリーズ入れとこうみたいな、そんな感じにはならないかなと思います。でタルババは、なんか結構運営の人がやっぱ使用率だとか勝率だとか結構数字でしか見ないコストってめちゃくちゃ大事で、で、しかも、9コス、10コスじゃ1コスト以上の、やっぱ重みがあるんですよね。やっぱり、なんか、30使ってる人は多分わかるんですけど、エリクサーポンプ置いて、10エリマックスで置いて4エリ溜まって1エリ溜まって、それで9になったと同時に30出すと、出した瞬間にポンってエリクサーが溜まって、30出した後に、エリポン溜まってすぐエリクサー2とかになるんですよね。そうそうそう。ギリギリエリアの1回収できるんですよね。だけど、まあ、コス10だともちろんそれもできなくなるし、10出した瞬間絶対に 100% ゼロなんですよ。もう絶対したら。だから、やっぱ10コスだとね。そう、だからなんだろう、今まで1コス分早く対応してできた。例えば、逆サイ攻められた時の、まあ、タルババ防衛だとかが、ちょっとタイミング遅れたりだとか、あとはもうね、普通に、これラムいっちゃいますね。ランバーラムがとりあえず
よいしょ。で、ランバーもライムも今シーズン多分下方何も触れられてなかったんで、あれっすね、マジで。なんか、このラムがマジで強い。そう、もうこれだけで削って、しかもこのポイズンとかフリーズかけるだけで、今みたいなラムが、レイジラムが全部溶かしてくれるんですよ、相手を。でもほんと見てて気持ちいいぐらいのデッキですね、マジで。で、こういう神器系のデッキが得意な人はグイグイ上がってたと思いますね。で、またちょっと話飛んじゃって戻るんですけど、あれなんですよね。三重子がとにかく、しかも2倍とかってエリクサーなんか産むスピードが倍になるじゃないですか、単純に。そういう時に10エリ溜まって三重子出す時にやっぱ1秒ぐらいのラグがあるんですよね、出すまでに。で、そうなってくると、おお、やっぱりあれなんですよね。よいしょ。1秒ぐらいのラグがあるんで、なんだろうね、多分11コストぐらい、実質っすよ、実質。ラグがあって11コストぐらいの時になんか10コストで出せるみたいな感じだから、正直今まで9で出したらギリギリ回収できてたものとかも回収できなくなるんですよね。だから9で出して三重子が次はもうなんか11で、実質11で出さなきゃいけないみたいな感じの時も来ると思うんで、マジで普通に三重子はちょっときついんじゃないかなって思うっすね。それか、本当だから大会とかで、なんか相手がこういうデッキだから、大型呪文を入れてないから、まあそのメタで三重子をとか、マジそんな感じになると思いますね。まあ大会の、言っても大会の話をしてもまあしょうがないかなとは思うんですけど、よいしょ。そう、まあフリーズが、あとはあのダメージが何パーかちょっと確認しないですけど、確か30何パーとかだった気がするんですけど、加工されて、しかもなんだっけ、さあダメージ加工からの1秒少なくなるんだよね、まあ、これマジで大きくて、本当に多分もう無理ですね、フリーズは。おそらくこっちぶっぱして、ここスラムで、何かしら来るから、フリーズでパキっちゃえばいい。よいしょ。OK。で、まあ、三重子は、でもまだ言うて、三重子使いって結構ゴロゴロいるんで、あとは、三重子がまだ強いと思って、下方が来ないと思ったから、レベル上げちゃった人とかは、結局は下方されても、俺も無課金だった時あるから分かるんですけど、やっぱりなんだろう、レベルが上がってるやつしか使えないんですよね、結局はね。そういう人も絶対、この俺の動画をね、今見てくれてる人の中にも、いるとは思うんですよ、間違いなく。なんで、でも、なんだろうね、完全に死ぬってほどはないですね。ただその運営が数字しか見てないっていうのは、例えばですけど、まあ、なんだろうな、まあ、迫撃が、別に勝率だけで見たらそんなすごくないみたいな。とか、だからマルチの上位で猛威振るってるだけで、そいつらただクラロワが上手いだけで、別になんだろう、迫撃が本当に強いのか果たしてみたいな感じで言ってたりだとか、あともう、まあ単純にその、あれですね、マスケの情報に関しては、2.6 でやっぱ専門的にやってる人がいる中で、やば、これやべ、何も見てなかった。専門、2.6 専門の人がやっぱいるんですよ、中にはね、間違いなくいるんですよ。で、そういう人が中にもいるから、なんだろう、今マスケ自体の勝率って低いらしいんですよね、数字だけで見ると、数字だけで見ると低いらしいんですよ。ただやっぱり 2.6 っていうマスケがもう最強なんですよ、あのデッキの中ではね。あれの軸、デッキの軸がホグとマスケなんで、そのね、マスケが強化されるということは、まあ本当になんだろうな、 2.6 の情報にもなり得るし、逆に 2.6 が流行るってことは 2.6 に弱い、まあジャイプリだとかこういう神器だとかが、まあ、ちょっと減るのかなって感じもしますね。まあそんな感じですね、結局。で、迫撃は今回マジで触れられてないんですけど、で、運営のその情報とか下方に携わってる、セスかな、確かセスっていう名前の人がいるんですね。よいしょ、ギリギリ止めてあげて、セスって名前の人がいるんですけど、その人が曰く、前先日あったレッドブルの大会ある、多分分かる人は分かるんですけど、レッドブルが主催してる、なんだろう、
完全にアマチュアの大会があったんですよ。そのプロリーグとかじゃなくて誰でも参加できる資格を持っているそういう大会ですね。なんですけど、あのその大会ではやっぱりなんかあんまり、なんだろう、迫撃を使ってる人は少なかったし、中でも使ってる人は負けてたよみたいなことをそのセスが言ってて、やっぱりなんだろう、でしかもなんかプロの人たちが結構やっぱなんだろう、自分たちがプロリーグ、まあ俺もですけど、そのプロリーグで出て勝つことが仕事の人はやっぱりこのなんかクソみたいな環境を変えてくれみたいな、結構あの外人のプロって結構なんだろう、口が悪いみたいなとこあるんで、なんか結構ね激しめに言うんすよ、そういうことで。それで運営があんまり勝っていなかったよって言ったら、なんかあの迫撃使いは別になんかこんなこと本当は言いたくないけどそんなに上手くなかったみたいなこと言ってて、だからなんだろうな、そうなっちゃうぐらいやっぱなんだろうな、もうプロの人でも運営と揉めちゃうぐらい、まあ迫撃ってマジで、でも PS 高い人が使えば防衛迫撃、攻め迫撃で、なんだろう、本当になんだろうな、ローリスクハイリターンというか、まあ枯渇要素があるデッキってやっぱコウモリとか、なんだろう、まあギャングとかって、まあシンプルにですけど、まあ呪文には弱いっていう弱点がありながらも、コストからしたらやっぱりめちゃくちゃ高い火力を持っているって感じなん で、今の迫撃ってマジでファイボが入っていなかったり、ファイボがいないでね、あの枯渇系のなんだろう、カード5、6枚入れたりだとか、まあ、プリンスが入ってる方もあるし、まあ、アウトローとガゴムレ両方が入ってる方もあったり、まあ本当それぞれなんですよね。だから迫撃を見ただけで一律にこのデッキ、あ、はい、はい、中身8枚このカードですとは言えないんですよ。だからなんかそういうのもあるし、あれですね、だから結構、まあでも正直運営からしたらなんですけど、自分が運営の立場って考えたら、やっぱりあの全てを見るには数字を見るのがね、やっぱそうだと思うんですよね。だから本当になんだろうな、まあ次俺が流行るって思うのは、まず三巡士が減るから、こういう三巡士に弱い、まあラバルがちょっと増えてきてるんで、あの死んだっていう結構言われてるラババルだとか、今はラバーナホリがね、ラバーナホリだとか、アナホリすらないラバランバーホバーとか、そういうのがね結構ラバではあの主なんだろう、主な形というか今流行ってる形なんですけど、そうですね、まあそんな感じかな。お、ミッドフィンガーなんだ、この迫撃ですね、迫撃、これも迫撃ですね。でこの人は日本人のノバムギっていう、この神器を使ってた人ですね。でこの人はジャイ三重士、この人は分かんないですね、確かバルーンだったと思うんですけど分かんないですね。てな感じで、マジ迫撃がね超猛威振るってたんですよ。だから今シーズン、まあ結局何も触れられてない迫撃が、まあ今シーズンも強いですね。でさすがに多分今シーズンも強くて、なんだろうな、マジで多分本当上位のプレイヤーとかからも結構批判が出てて、まあその人たちのプレイヤーのね声を聞くのかっていうのも、まああれないはあるんですけど、まあ本当に多分だけど、来シーズンは迫撃か、なんだろう、迫撃の周りのカード、まあ例えばギャングだとかコウモリが一斉に火砲が来るとか、そういう感じで何かしらの形で、それか、なんだろう、迫撃のメタカードが強くなる、まあまあ言っちゃえばボーラーとかですかね。うん、でもボーラーは言ってもフリーズ系のデッキちょっと強かったんで、フリーズが解放されてから多分様子を見られる感じだと思うんですけど、ベビドラの採用率もめちゃくちゃ高かったんですよ。だからベビドラとかもワンチャン普通に来シーズン解放もあるんですね。だからまあ迫撃が本当に、まあグロー1位2位を取ってるぐらいなんで、迫撃が一番強いのはまず間違いないですね。使っといて間違いないのは迫撃ですね。であとはまあ三重種はそこまで死ぬってわけじゃないと思いますね。あのラバパピーとかワンパンだ、あのワンパンらしいんですよ、みかんさん曰く。本当にあの計算間違ってたらごめんなさいって感じなんですけど、なんでそのなんだろう、ラババルとかちょっと増えると思うんで、そういうのには結構有効になってくるから、逆に三重士が減ったからラバーを出してくるやつを三重士で狩れるみたいな感じかもしれないですね。あと 2.6 が土着層強くなるですね、間違いなく。まず一つめちゃくちゃ穴、なんだろう、相性悪いって言われてるのがラバーナホリとかなんですけど、 2.6 のね、なんですけど、あとそのなんだろうな、まあ、ラバ系が主なメタとして言われてるんですけど、まあパピーワンパンになるとまた話が変わってきて、今までパピー2パンだったから、なんだろう、ラバ弾けた後のファイボープラスのパピー一発でマスケが溶けてみたいな感じだったけど、なんか本当パピーワンパンになったらまた相性がひっくり返るんじゃないかなって感じで、結構マスケの入ってるデッキが増えるんじゃないかなと思いますね。
そんな感じですね。ジャイの声とかもエレキではなくマス系の方もねあるかもしんないですね、もしかしたらって感じですね。ってことで、まあ、今日はこんな感じで語っていったんですけどね、またあのアップデートが来た後にね、結構こういうまた解説動画をね、まあ、みかんさんとかもいらのにも聞いたりして結構おすすめドッキとかを出していけたらなと思います。まあとりあえずこの中で加放されるカードがフリーズしかないんでね、まあフリーズがもしかしたらまあなんかザップとかにね変わるかもしれないですけど、めちゃくちゃ強かったですこれは本当に。なんであのレベルがある人は使ってみてください。ということで、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。